こんにちは、今日はちょっと変わった話題を話していきたいと思います。まあこのビートル可愛いですよね。まん丸の目に丸いボディ、お尻もまん丸で可愛いですよね。そしてちっちゃいと。それに比べて最近の車はどれもライトがこう釣り上がった感じで、グリルも大きくて、どっちかというとこう怒ったようないかつい見た目の車が多いです。そしてサイズも年々大型化してますよね。まあ、そこでなんですけど、このビートルは道路で舐められるのかという話題について今回話していきたいと思います。まあ、これからねビートルを買おうかなと考えている方もちょっとは気になってると思うんですよね。あの可愛い車舐められんじゃないのみたいな、まあ煽られたりとか意地悪されたりとか。僕もねこの車を買う前は大きいフルサイズのピックアップトラックに乗ってたんで、それからこれに乗り換えるということでちょっと気にしたポイントではありました。どういう扱いを受けるんだろうなと、この路上 で実際僕も2年乗ってみて、で基本的な移動範囲は神奈川県、まあ、東京、まあ、イベントなんかあるとね千葉や静岡に行ったりもしました。まあ、そこを2年間走った感想としては、まあ、特にこの大きさとか可愛い見た目でこう舐められたというか煽られるみたいなことは、なかったように感じます。逆にどんな車に乗っていても、まあ後ろから煽ってくるとか意地悪をするっていう人はいます。それはおそらく大型トラックに乗ってる人でも感じると思います。絶対勝ち目がない大型トラックにも意地悪をする車がいるという事実がある時点で、それはもう仕方がないことですね。皆さんはどうですかね。なんかそういう可愛い車だからなんかされたとか、そういう経験ありますかね。一応僕は普段からまあ車種に問わず、まあ煽られないようにというか、まあ他者を怒らせない、イラつかせないというような運転は心がけてるんですけど、まあ本当はコミュニケーションなんですよ、車の性能とか見た目云々より。でまあ第一に、まあ道路の流れに乗ることですね。大事なのは、まあ前の車からガンガン引き離されてるようだと後ろの車に疲れてしまうし、もちろん前の車が異常に飛ばす人とか、まあ、常識的な範囲を超えたスピードで走っている場合はついていく必要は全くないと思うんですけど、まあ、その辺はね臨機応変に対応するとして、だからまあ高速道路なんかもですね、無理して右側車線ではなく、まあおとなしく左側車線を走るとか、首都高なんかね2車線で追い越し車線はないんですけど、でもやっぱり遅い車は左側を走りますよね、夜なんか特にね。もう夜中の首都高の個人タクシーなんつったらもうすごいスピードですからね。あのスピードだと空冷ビートルはついていけません。まあ道交法でも、まあ、もちろん制限速度を守るというのが 大前提であるんですけど、後方から自分より速い車が来た場合は左側に避けるっていうことも書いてあるので、まあ、僕はそれに従って左に避けてます、速い車が来たらね。まあ一車線しかない道路でもし後ろから速い車が来た場合は僕は路肩に避けるようにしてます、先に行けと。まあおとなしく抜いていく車もあるんですけど、逆にそこでね抜かずに車間距離を取って後ろについてくる車もいます。なのでまあ速い車が来たら避ける、これは基本ですね。あとウインカーは早めに出す。まあこの僕のビートルアメリカ仕様なんでウインカーが赤いんですよ、日本みたいにオレンジじゃなくてね。パッと見分かりにくいのでちょっと早めに出して、あとね古いモデルのビートルなんかだとテールがすごく小さいので、その場合もねウインカーを早めに出した方がいいと思います。トラブルを避けるには、まあ、相手の気持ちになって考えると、急に横から割り込んできたと思われないためにもね。あとまあビートルならそんな問題ないと思うんですけど、車両間隔、車幅の間隔はしっかりこう自分に馴染ませるっていうのが大事ですね。まあ狭い道のすれ違いとかそういう場合に全然行けるのに行けないみたいな人結構いると思うんですけど、その場合もね後ろの車に何かされる可能性が上がるので、前乗ってたアメ車は車幅が2メーター14センチぐらいあったんですよ。でもね一般車と同じペースでスイスイと小道を走っていた記憶があります。でかい車だから遅くても許してくれというよりは、まあ好きで乗ってるんでね、まあ周りに迷惑をかけないようには乗ってました。ただまあ物理的にどうしても走れない、通れない場合は、まあ、止まって相手を先に行かせるとかしてましたけど、まあ安全な範囲でちゃんと狭いところをスイスイと走る、それは大事ですね。でたまにこう、まあ、道路の合流ですね、
合流なんかで、まあ、本線と合流車線あれ結構ね交互にうまく入っていけばスムーズなんですけど、たまに意地悪してね本線の人がこう入れてくれない場合があるじゃないですか。こう合流しようとしてるのに後ろからブーンって加速してきて入れてくれないみたいな、あれはねやめた方がいいと思います。僕はそういう意地悪はしないようにしています。あれやるとね煽られてしまう可能性が高いので、まあ、あとはこれさっきも言ったようにテールが赤いのでハザードを焚いてもブレーキランプが点滅するだけなんですね。だからもう入れてもらってお礼をするときなんかは手を挙げてお礼するように僕はしてます。ハザードつけてもブレーキをポンポン踏んでるだけにしか見えないので、結構ね信号待ちでこう発進するときでも車体が軽いので馬力はないですけど前の車についていくことはできます。まあ、長い上り坂の信号ダッシュなんかだと、まあ、ちょっと強めにアクセルを踏んであげないと厳しいこともあるかもしれませんけど、まあ、極力ね、まあ、周りに迷惑をかけないようには運転をしてるつもりです。まあ、好きでこの車に乗ってるわけですからね。あとフォグランプをつけてる方は後軸っていうんですかね、あまり上を向けない方がいいと思います。前の車が眩しいんでね、ちょくちょく僕は位置がずれてないか確認してますね。上を向いちゃってないかとか。昔はね後ろの車がずっとハイビームだったら信号待ちなんかでハイビームになってますよって教えてあげたりもしたんですけど、最近ほらドラレコとか煽り運転みたいなニュースが流行って、それやっちゃうとおっかない人が降りてきて文句を言ってきたとか言われちゃうともう終わりなんで、そういう注意もできないんですよね。善意なんですけど、まあ、当時もね普通に教えてあげようかなと思って降りてったら赤信号を無視してそのまま逃げてっちゃった車いましたけど、強盗だと思ったんですかね。まあ、そういうこともありました。車に乗った時点で他者とコミュニケーションを取るのはもう全てやめた方がいい世の中なのかもしれませんね。ガソリンタンクの蓋が開いてるよとかトランクが開いてるよとか、まあまあ結構厳しい世の中ではあると思います。でということでこのまあビートルの可愛い見た目で特にこう周りからこう舐められるとか意地悪されるみたいなのは僕はないかなと思います。あくまでも僕の経験上なんで、他の地域だったり他の方はちょっとわからないんですけど、結構ね歩いてる人も手を振ってくれたりとか、後ろの車がバーッと近づいてきてこっちを見ながら助手席の人と話をしてるとか、どちらかというとそういうちょっとほのぼのした感じで運転が楽しめる車じゃないかなと僕は思います。なのでその辺は安心してもらっていいと思います。ということで今回はこの辺で、まあ皆さんね安全運転でドライブを楽しんでください。ではご視聴ありがとうございました。